どうもこんにちは、特化軍です。はい、2回目ですね。2回目、前回の醤油大変美味しゅうございました。美味しゅうございました。今回は、はい、シーフードヌードルにトマトジュースをぶち込みます。前回なんかしょっぱいとか。あ、ちょっと待ってくださいね。開封準備。あ、開封準備今ノリで開けようとしてたからごまかせっか開封開封。さあさあさあ開けますよ。開封用意。開封開封。バカリンチョ。はいはい、シーフードです。シーフードです、はい、ということでトマトジュースいきます。はい、はい、豆乳用意。豆乳用意。豆乳豆乳。今回はね、あちゃちゃちゃあちゃちゃちゃ、うわうわうわみたいな。うわうわうわだうわうわうわこぼれてる。おい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 、先行いてる。あなんで前回綺麗にいったのにちょっと慌ててしまいました。あでもこれ何パーセントがこぼれたんです。あー閉めた。あーもうどうしました。いやいや、着弾地がね、目標と外れてるからさ。はい、処理、はい、ニュースになっちゃう。こういうね、トラブルもね、まれに起きます。あるんですか。シーフードトマトも合いそうですね。予想なんですけど、はい、そもそもね、なんでこれやったかというとね、はい、まあ、多分みんな気になってると思うんですよ。あ、トマトジュース入れたらどれ一番美味しいのって。あー、カップヌードルシリーズで、うん、チリトマトにトマトはさすがになかったですね。いや、そういう発想もありましたけどえっと、予算がちょっとあれでして予算がですか。3つだったと。そうですね、体にいいじゃないですか、まず。あ、そっかそっか、体にいいね。だから、カップラーメンいつも食べてる人は、うん、ぜひトマトジュースとか一人暮らしの方ね、うん、やったらいいんじゃないのっていう、そうかそうか、そうかことでもあるんですよ。なるほど。すごい健康志向番組なんでね。はははそうでしたっけ。多分、土曜の4時か日曜の4時ぐらいに流してもらいたいですね、はい、健康番組なんでね健康番組なんで、迷彩服で、うん、あとこれに青汁出してもらってね、ヘルシーさあ、3分経ちました。開封用意。開封用意。開封開封。パカリンチョ。はい、そうですね、赤いです。そうでございます。あれ、デジャブですか、これ。デジャブですね、これ。シーフードって書いてあるのに真っ赤です。なんかイタリアンなさ、パスタのね、味になりそうだよね、シーフード。ペスカトーレみたいな。匂いも、はい、トマトです、完全に。ね、いただきますよ。はい。おー。では、いただいてみたいと思います。はい。うん。シーフードの匂いもしっかりします。あ、するする。はい。なんで止まった。うん。どう転んだ。あー。俺こっちの方が好きだわ。あ、言っちゃったもん。もう言っちゃった、暫定1位が。おい、ちょっと待って。お前それ言っちゃったらさ、もう巻いてんのかな。見つめる結果発表です。もうすでに醤油1位ねえじゃねえか。いや待って、いやちょっとなしで、はい、しっかりね、はい、本当にシーフードパスタのようなトマトパスタのような味になってますね。すごい、シーフードの匂いも残ってて、香りはパスタですね。シーフードパスタのような匂いします。どうですか、進みますね。今回進み違うくらいですか。そんなもんないですか、平等に審査してます。トマトの味と、はい、シーフードの味が絡み合って、いやいや、もう表情と手のキレがさ箸のキレがもうさまだ分からないですよ、ジュニア。まだ分かんないですよね。全然分かんないですよ、はい、どうも、シーフード界の貝原雄山、小野寺です。シーフード界もあるんですか。シーフード界あります。海海みたいになってるけど、はい、僕のね、地元がね、浜ジンクっていうね、浜ジンクっていうこういう盆踊り、盆踊りの歌がですね、海沿いのオリジナルがあるんですよ。どんぐら浜ジンクっていうね。どんな。イカさん、タコさん、ナマコさん、後からホヤさん、ホイホイド、とこやっさい、やっさい、やっさいど。ほんと。あー、まあ、マジですよ、これ。マジか。はい、小中踊らされます、運動会ね、ある田舎である。トラックをね、こう全校で囲んでこうやってね、ドンドドドドン。え、知らないの。いや、だってオリコンチャート確か最高7位ぐらいになったよ、ね、確か、トングラハマジンク。いや、知らねえ。知らない知らない。じいちゃんばあちゃんが2人で歌って、デュエットで歌ってるわけ。誰が買ってんだろうな、それ。これシーフード、イカさん、タコさん、ナマコさん。あ、ナマコさんは入ってないね。うん、美味しい。トマトパスタです。はいはいはい。シーフード、負けてない、トマトに今回。うんうん、いや、醤油も全然負けてない。まだ分かんないです。まだ分かんないですからね。シーフードの出汁がね、こうベースとなって深みがある。あ、まあじゃあこのシーフードね、うん、値段発表させていただきます ね、 ね、まあコスト的に言うと、はい、まあ、200円ぐらいなりますよね、はい、いやでも200円じゃないですね、この味はね。やっぱりですか。はい、5300円です。5300円。さけ、食べるときにはぜひ皆さんね、トングル浜ジンクを流して食べてほしい。はい、食べ終わりましたけれども、いやもう接戦でございます、はい、接戦ですね、熱い戦いが、はい、熱い戦い。そして、ちらほらちょっとリードが見えてるような気もするんですが、大丈夫ですか。ちょっとだけね、まあ、分からない、分からない、巻き返してくるわ。なんでだよ、食べ終わってんのにというわけでね、はい、次回ついに最終戦、はい、カレー、カレー、また見てね。